職がある選手です。本日のメインイベント第12試合ミドル級3分5ラウンドを行います。赤コーナー159ポンド健進館所属プリマゴールド杯ミドル級優勝全 NKB ミドル級王者田村秀司。ひときわ大きな拍手が出ましたね。田村に対して青コーナー156ポンド4分の3キングウェイ所属あれですね、ミドル級の人が立つとリングがより狭く感じますね。ちっちゃく感じます。ちっちゃく感じますね。小原選手は先日の予習の回もどこかのタイミングで見てくれたみたいで、はい、あ、竹村さんは僕の勝利を予想してくれたでもどう、そうですね、なんか相性的には確かに、いや、確かに強いです、はい、強いんですけど、ただやっぱりそのきちんと作戦を練ってくるキング名、その対策を練ってくるキング名、そして縦肘が得意な小原選手というこの相性を考えた時に、そうですね、どうそこ田村選手は逆にどういう作戦を練ってるのかっていう、そうですね、はい、強引に行くのか、強引には行かない気がしますよね。でただこのリングちょっと小さいじゃないですか、はい、それがだからどう出るのかっていうところもありますよね。あとは田村がミドル級で試合するのかなり久々なんですよ。75キロトーナメントとその前ヘビー級の、そうですね、ヘビー級でも試合します。 72.57 までを落とすのがやはり左右ちょっと大変だったっていう、あ、そうなんですね、はい、話もあるので左右のカーフを蹴ってますね田村選手が、そしてサースポーの小原選手左の蹴りを飛ばしていく。そうですね、やっぱまあ、今のは滑りましたかね。ただまあ蹴って蹴ってやっぱじれて入ってきたところに肘っていうのが多分小原選手の作戦だと思うんですけど、逆にまあ田村選手もまず蹴ってっていう感じですね。お互いローの、ローの蹴り合いですね。すね、まあ、5ラウンドですからね、このメインは。はい、まず下から、ね、じっくり崩していこうと、そうですね。自分もやっぱさっきの話になりましたけど、はい、そういう組み立てがしやすいんですよね、5ラウンドの方が。3だとそういうのがやっぱなかなかし、やっぱ最初からもう行かなきゃいけないっていう風に結構なっちゃうので、うん、あーちょっと効いてますね、効いてますね、もう移動が、村の引導がちょっと右が赤くなってきますもんね、はい、で今蹴られた時にちょっとね、もうよろけ始めたので、お互いを引導を蹴って、たまらずパンチに出てきましたね、そうですね、やっぱちょっとこのまま、ちょっとやりたくないっていう感じですかね、それこそやっぱ5ラウンドこのままだとちょっとやばいなって感じたかもしれないですね。まだそこまでのダメージがなくても、完全には、ね、はい、聞いてなくてもどこかで流れを変えておきたい、そうですね、いいですね、田村選手、危ない、肘ちょっと今の危なかったですね、反応あんまり してない感じですね。そして今の曲げりも嫌な曲げりですね、あの下っ腹にね、ああいうのをやってちょっとローを蹴りづらい展開にさせた方がいいです。おー、肘怖いですね、怖いですね、肘、いや緊張感ある、いい感じですね。いやでも田村選手も冷静に見ながらちゃんと行ってる感じはしますね。ラスト10秒、第1ラウンド終了しました。この流れはどうですか。まあ、まだはっきりした差はないと思うんですけど、はい、ただまあ田村選手のローの方がダメージ的にはあったのかなっていう感じがしました、はい、小原選手にダメージが与えていたんですね、はい、愛知県出身36歳
辻選手から見て、そうですね、あ、僕も同じで玉田選手の右のインローが結構効いてたなっていう印象ですけど、やっぱりでも玉田さんもなかなか肘がある分、はい、パンチに持っていけないんで、はい、ちょっとその辺がこの後どうなっていくのか見ものですね。第1ラウンド終盤の方になり、ただ田村の方が圧でつけたじゃないですか、はいはいはい、で赤コーナーを背にした小原選手が左の壁肘をついた、はいはい、あれに対して田村がどう思ったかですよね。 あれをやっぱり嫌だと思ったであればその2ラウンド、はい、一発にもうちょっと下から攻める、はい、そうですね、やっぱむやみにいっちゃうと怖いですよね、まだ。大原選手前進してきましたね。そうですね、大原選手は逆にインローを蹴りながら、どっちかというと効かせるのは奥足を狙ってる感じですね、左のローで。おー、今度ミドル蹴り始めましたね。おお、田村のミドル初めて見た。結構重そうな、当たったら痛そうな感じでしたよね。おお、そうですね、小原の左。奥足が今度はちょっと効いてるかもしれないですね。いやこう小原選手サイドのセコンダーさっきインターバルでやっぱ肘のなんかタイミングを指示してたように見えたので、しかも縦肘でしたね。そうですね、今は左手でガードを下げて左肘横に振ってましたね、小原選手は。ちょっとちょっと今カットされて逆に痛めたような足の動きをしましたね、田村選手が。あっ、ちょっと、あー、効いてますね、ヒロー効いて、あー、ミドルも効いて、ちょっと、おおおお、見事でしたね、今の蹴り蹴りからまっすぐストーンで。ちょっと動きが良くないですかね。反応が鈍くなりましたね。大原選手はもう一回ローとか蹴り対戦ローとかミドル一回蹴ってもう一回パンチいくと当たるかなと思います。おー、肘、うまい、やっぱ腕を押さえながらの肘にちょっと田村選手は反応してないですね。さっきまでも当たってはなかったんですけど、特にディフェンスをしてるっていう感じではなかったので、はい、距離がまだ合ってなかったっていうだけで、ちょっとおー、ナイスロー、冷静ですね、小原選手。ちょっと手が出ないですね、田村選手。ちょっと小原選手のプレッシャーにね、そうですね、押されてますね。おー、縦肘きましたね。あー、奥足、あー、でも返す、そう、インド、そうですね、忘れたくないですね。これを打ち続けたいですね。小原選手、嫌がりましたね、今のインド。あ、おっと、おお、コンビネーション、パンチ打ちました、アッパー交えて、小原のアッパー、左アッパー良かったですね、はい、さあ、ただ田村としては下を蹴っていきたいですか。そうですね、と、もう一度、まあ、あんままとめようとすると多分肘合わされちゃうんで、うん、ちょっと右を振っていってもいいと思いますね。怖いっていうか、ちょっと警戒させるようなことをしないと、はい、多分小原選手冷静にこのまま距離取れちゃうんで。そうですね。さあ第2ラウンドが終了しました。ダウン、ワンダウンがあって、ワンダウン、ダメージはでもなんか回復してそうな感じではありますけど、互いに奥足とインロードが結構当たってるんで、どっちかが我慢できるかっていうのも。ただあれなんですよね、田村前線が、そうですね、ちょっとその怖さがありましたね。ダウンを4回でしたっけ。はい、そうなんですね、ちょっとそうですね、ストーンって本当に落ちちゃう感じだったんで、ちょっとやっぱダメージが残ってるなっていう。逆に小原としてはそこを突きたい、田村としてはそこをかいくぐってあのローを効かせた上で最後パンチを決めたいというところでしょう。さあ第3ラウンド、まあ、確実にインローは効いてると思うので、マウスピース忘れてましたね。
そうですね、それを起点にちょっとそうですね、うん、攻めていきたいですね。おお、そうですね、ああいうのが1回あると、はい、おお、いきましたね、うん、そうですね、ただ強引に行き過ぎず、ね、ああいうのを出していきたいですね。おお、まあ奥足が効いてるので、まあ今日のさっきまでの試合でいうとこっからハイとかも蹴れたら面白いですね。うん、今まさかの田村から組みに行くっていうまた珍しい光景。あー、かわいいな、あっ、向こうから冷静にジャブをつく田村は左で、ちょっとインローも効いてるっすかね、滑るって言ってますかね、うん、おっと、ちょっと、うん、ちょっと不良でしたね、今ね、そうっすね、おお、うん、肘、うん、やっぱあれを振られると逆に田村選手はやっぱ怖くてちょっと踏み込みづらくなりますよね。おー、ミドルを蹴り合う両者、そうっすね、おー、左の体重ぶつける、オバラ、おー、惜しい、今のは惜しかったっすね、右、うー、効いてる、距離近いですね、そうですね、近いですね、ちょっと、まあ、田村選手が蹴りの距離よりもちょっと詰めていきたいっていう感じですかね、でもあの前蹴りとかで、おー、足元されての肘、おー、今蹴りましたね、ずっと狙っていた肘が、つやりが入りました、おー、いや、左、どのくらいの傷ですか？2件ですね、まあ、血の量は結構流れ出てますけど、どうなんでしょう、核はないんですね、いや、でもこれだけ毎回分かってても相手に当てちゃうっていうのは本当に必殺技ですよ ね、必殺技、さあどうでしょうか、大原選手はもっと浮かしろを蹴りたい、そうですね、まあ、浮かしって結構距離が近くなっちゃうので怖いんですよね、森崎バナナさんも足を潰せと、足を潰せ、どっち、ね、どっちに行ってるか、あ確かに、あ、多分田村選手の応援なんで田村選手側に、そうですね、ちょっと大原選手は、おー、どうしたら攻めるか、もう一回肘を狙っていくのか、そうですね、田村選手はもうちょっと見てたらやられちゃう気持ち、おお、聞いたぞ、おお、そうですね、ちょっともうしかし肘を振る、オーバーラー、肘もらうリスク負ってでもちょっとそろそろ行かないと、自利品ですかね、さあラスト21秒、それをでも多分本人も分かってて今出ていってるのかなと思うんですけど、おお、ナイス膝、ナイス膝ですね、膝を当てた田村、おお、おお、いいですね、いいですね、ナイスボディ、ただなかなかやはり小原もクリーンヒットはもらえませんね、そうですね、産地の、はい、ガツンとした、おお、大事なのは終了です、いやー、いい、いい試合ですね、そうですね、緊張がありますね、緊張がありますね、さあ小原としてはまあダウンを一つ奪い、なおかつカットも奪い、ね、カットも奪いっていう、はい、心理的にはそうですね、だいぶ優位に立っているかなと思います、守りに入りすぎても良くないので、はい、そこがなんか難しいところなんですよね、有利に進めてて逆に焦っちゃったりとか、そしてあと2ラウンドです、どう戦えますか、小原であれば、小原選手であれば、はい、やっぱ、まあ、基本は今のままでいいのかなとは思いますけどね、はい、うん、蹴りをそうですね、やっぱ蹴っていって、蹴り打った後の田村選手の反応が、反応というか何ですかね、リアクションが結構ちょっと力がなくなる感じがするので、ミドルにしろローにしろやっぱ蹴っていくのがいいと思います、田村サウスポーからの右ジャブ、おお、右ボディストレート、ああいうこのままじゃいけないということですね、ああいうちょっと強化的じゃない動きはいいですよね、サウスポーに急になったり、うん、色、おお、そうですね、ちょっと、おお、効いた、効いた、そうですね、今の、おお、でも効かないですね、おお、
のはちょっと気になりました ね、 そうですね。小原選手は蹴り、そうですね、蹴りも忘れずに行きたいですね。パンチが当たってるんですけど、ちょっと今マットが滑るんですかね。でも見てると、まあでもそうですね、そこは、まあ、ダメージもあるかもしれないですね。あ、小原選手はそんなに滑るシーンがないので、まあまあでね、はい、確かに、うん、ちょっと力がないですね、田村選手。おー、行った方がいい、行った方がいい、ここは4アウトで行っちゃった方がいいかもしれない。そうですね、小原選手が今肘を狙おうと、ね、あーっと、また当てましたけど、でも右返しましたね、一発。ただこのままだとやっぱ余裕を持たれちゃうかなっていう感じですね。さあ1分半取りました、右ミドル。おー、おーちょっと右を痛めてるのかもしれないですよね。インローも一気に蹴らなくなったんで。そうですね、さっき1回あのカットされた時の、そうですね、はい、これが、おそうですね、前蹴りも忘れたくないですね、小原選手は。あれはいやらしいですね、あの入り際の前蹴り、 前蹴りがいやらしいんで。そうですね、これですね、これだけでもだいぶ入りづらいと思うんで。おお、田村のワンツー両方とももらった小原、ちょっと小原選手も消耗はしてきてる感じがしますね。おお、ナイスミドル、いやらしい、いやらしい感じで蹴っていきます。おお、そうですね、田村選手の蹴りもいいですよね。さあ残り30秒、これだとまだポイント取るまでは、わあ、さあ第4ラウンドも残り15、ラスト10秒、田村としては明確に取れないですね。そうですね、多分逆に小原選手は今多分ビッグラウンドにさせなきゃいいぐらいの感じで多分やってると思うんで、もう守ればいい。そうですね、そんなにダウンとか取られなければ、まあ、このままいけるだろうっていう感じだと思うんですよね。まあ、2でダウン取ってて、3でカットも奪ってるんで、まあ、今のもそんなに差はなかったかなっていう感じですよね、4ダウン目も。まあ、田村の方としてもちょっとなかなか明確に取ったラウンドっていうのは、そうですね、このままだとちょっと厳しいかなっていう、ダウン、最低ダウン、うん、できれば KO まで持ってきたね、そうですね、次がラスト、そうですね、ラスト1ラウンド、まあ、なので、まあ、特にそのダウン以外にお互いポイントを取ってないとすれば、現在が40対38、あれ4ラウンド終わってるから、はい、1個10対9で40対3、どういうことですか。あれ、取ったのがダウン1個、ダウン1個です、はい、でそれで10対8、10対8ですね、はい、で第4ラウンド終了で、それ以外お互い取ってないとする、あ、取ってないとしたら、まあ2点差でも、まあそれでもまあダウン取らないと、取ってもドローですからね、それだとしても。おお、おお、惜しいんですけどね、結構クリーンヒットしないですね。そうですね、ただ大原選手もよく集中してますよね、うん、見てますね、結構きついと思うんですよね、神経戦っていうか、はい、はい、結構そうですね、消耗、心身ともに消耗はしてると思うんで、大原選手も、うん、ただ田村選手も同じくきついですね、やっぱなかなか自分の思うような、ね、試合ができないっていうもどかしさもあるでしょうね。おお、細かく、そうですね、小原選手は、まあ、さっき言ったみたいにちょっと守りに入りすぎない方がいいと思うんですよね、やっぱり、はいはい、ダメージを思い出させるような攻撃をたまにでもいいんで出せば、そうですね、そうしないとどんどん田村としては ね、はい、行きたくなりますからね、うん、奥足一発蹴るとかでも違うと思うんですよね、はいはいはい、おー、狙いはいいんですよね、
さあ残り1分30秒、田村としてはダウンを取ってまずは追いつきたい、はい、もしかしたらそれ以上に取られてるんであればさらに、ラスト小原選手ファイトというコメント、ゆかさん、うん、小原選手の応援のコメントも来てますね、うん、左ストレートセコンドの声、うん、ちょっと流れちゃってますね、うん、まだローを蹴っていく田村、そうですね、そこでもう多分ローでは倒れないと思うんで、そこ、ね、から繋いでいきたいですね、左非常に狙いましたね今ね、小原の方も、おっと右側、田村選手も苦しそうですね、もうすぐあと30秒切ろうとしてる、おっと右側来た田村、わー肘返す小原、あーそう、もう前蹴りも、おー、残り20秒、もう行くしかない、行くしかないですね、田村選手、小原選手はもう守りたい、ね、流してる感じですかね、ラスト10秒、あラスト10秒のコール、あー肘が曲がって、あー肘、おー、まあ最後10対9、田村選手ついてもいいかなと思うんですけど、まあ全体的に見ればやっぱり小原選手かなって、ね、まあ、ダウンもあるんで、はい、明確には取られてないですもんね、どのダウンドも、そうですね、さあどういったジャッジが下されるのか、 NKB 新潟大会のメインイベント、ゴールドハイミドル級トーナメント優勝全部の王者の田村希実対 J ネットワークミドル級3位の小原俊之選手のメインです。ガッツポーズをしている小原、やはり勝利の確信があるのか。それでは判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ川上49対48、青、小原、1射49対48、小原、ジャッジ、鏡49対48、青、小原、あそう、ね、ジャッジ、鈴木49対47、青、小原、以上、判定の結果3対0、勝者、青コーナー小原俊之選手です。判定3対0で小原俊之選手の勝利となりました。